ユーザー ID をバインディングして1UT 保証プランに参加。はい、こんにちは。サラリーマンのお給料以外にもたくさんの収入源を作りましょう。マルチインカムサラリーマンの八野です。今日も GIB GCG アジアの情報をお伝えしていきます。今日はこちらの3つのメニューです。1つ目 GUSDT の価格情報をお伝えします。2つ目 1.0 と 2.0 の UID バインディングの違いということで、公式アナウンスとチラシが出ていますのでお伝えします。3つ目 1UT US ドル保証プラン参加方法ということで、こちらも公式アナウンス出ていますのでお伝えします。まずはね、価格情報です。コインベネ、今朝6時くらいの価格ですけれども、GUSDT 0.1812 ということで、下がりましたね。0.2 くらい下がりましたかね。はい。変動幅がちょっと大きいです。0.21 から 0.16 と、はい、いうことで、ちょっとね、デコボコしてますけれども、GIB Exchange.IB オープンして、ね、期待値で、上がっていたのかなと。で、オープンして安心して下がったのかなという感じなんですかね。下がり始めるとね、またどこまで下がるのかと心配になりますけれども、はい、ね、チェックしていきたいと思います。はい、そして他の取引所ですけれども、全体的にやっぱり下がってますね。L バンク 0.17、ZB 0.16、コインタイガー 0.18、はい。で、WPF が 0.17 と、はい、いうことで、まあ全体的にコインベネに合わせて 0.17 前後ですかね。はい。で、まだね、GIBX.GENG.IO、ここにね、これコインマーケットキャップの、ウェブサイトなんですけれども、まだ追加されてないので、ちょっと個別にね、はい、こちら見ていますけれども、はい、GIBX のGUSDT でもやっぱり 0.18 ということでね、他の取引所とまあ大体同じような価格に落ち着いています。はい、そしてメジャーな暗号通貨ですけれども、ちょっと底が見えたかなということでね、ほとんどの暗号通貨、回復基調ですね、底抜けたかなという感じがします。ビットコイン 43,454、イーサリアムが3000ですね。3000回復しました。昨日まで3000切ってましたけれども、回復しました。で、リップルも 0.98 と、もうすぐね、1ドルまで回復しますと。同時コイン 0.22、ファイルコインが74ドル、トロンが 0.097、はい。デイジーローンチパッド4ドル、GIBX スワップトークン X ですね、 0.5 ちょっと下がりましたね。昨日確か 0.6 くらいあったと思うんですけども、若干下がってますと。はい。でね、コインマーケットキャンプのランキングが逆転しましたね。昨日まで GIBX スワップの X がね、上だったんですけども、ランキングの入れ替わりが発生していますと、はい、いうことでね、はい、価格情報はね、引き続きチェックしていきたいと思います。2つ目、1.0 と 2.0 の UID バインディングの違いということで、公式アナウンスと、あとチラシの方ね、両方出ていますので紹介します。まずはチラシの方ですね。1.0 と 2.0 のプラットフォームバインディング UID の違い。GIBX のすべてのメンバーに、新しい GIBExchange.io がオンラインになった後、メンバーは交換 UID を次々に取得し始めました。また、この交換 UID は 1.0 プラットフォームおよび 2.0 プラットフォームへのバインドに適しています。主な違いは 1.0 プラットフォームの UID バインディングが通貨保有アクティビティに使用されることです。すべてのメンバーが UID を入力して送信できますが、1.0 DeFi プロジェクトに500米ドル以上のパッケージまたは10米ドル以上の投資をしているメンバーのみが参加できます。1.0 プラットフォームではメンバーは自分でエクスチェンジ UID を変更でき、メインアカウントとサブアカウントを別々にバインドすることもできます。同じ UID を複数のアカウントにバインドできますが、クォーターは
バインドされた各アカウントに均等に分散されます。メンバーが交換 UID を GIB アカウントにバインドする場合、メンバーは個人的及び直接的な紹介の割り当てを受ける権利があります。メンバーが一つの交換 UID を複数の GIB アカウントにバインドする場合、メンバーは個人のクォーターのみを楽しむことができます。2.0 プラットフォームの UID バインディングは 1UT 保証プランに使用されます。1UT 保証プランは優先的に拘束されるすべてのアクティブメンバーに開放されています。2.0 プラットフォームではすべての UID をバインドできるのは1回だけで、バインドするとロックされます。メンバーシップレベルが異なれば UID をバインドする期間も異なりますと、はい、いうことで、でね、ご自身のランキングごとに、ランキングというかステータスというかね、レベルごとに、日程が違うようなのでね、ここ注意してください。9月13日に GM と RM にオープン。9月20日に UM と AM にオープン。9月27日にエージェントと一般会員向けにオープンと。 2.0 ステーキング機能はメンバーが UID をバインドした後、来週からステーキングに反映されます。こちらに例が書いてありますけれども、ちょっとわかりにくいですね。9月の13日から9月の19日の間に拘束力があり、取引所のステーキング機能は 1UT 保証プランが翌週に開始できることを反映しますと。同社はこれによりすべての家族にプラットフォームに UID を入力し、通貨獲得及び 1UT 保証プランに参加する機会をつかむよう呼びかけます。プラットフォーム通貨 GUSDT の月への旅はすぐに始まります。一緒に GUSDT の成長を目撃しましょう。ありがとうございました。よろしくお願いします。と、はい、いうことでね、9月22日付でこちらの公式アナウンス出てますけれども、これと一緒にですね、チラシの方が出ています。はい、こんなチラシですね。はい、で、UID のね、バインディング 1.0 と 2.0 ね、それぞれ違いが書いてあるんですかね。はい。で、このね、英文、日本語訳したものを右側に載せてますのでね、見ていきたいと思います。まずは、1.0 のバインディングですね。すべてのメンバーは交換 UID を入力できますが、500米ドル以上のパッケージ、または10米ドル以上の DeFi 投資のみを行っているアクティブなメンバーのみが参加できますと。はい。で、メインアカウント、サブアカウントは個別にバインドできます。交換 UID の編集、変更を許可されたメンバー。交換タイプオプションは GIB エクスチェンジのみになります。一つの交換 UID を複数の GIB アカウントにバインドできるメンバーは、クォーターがバインドされたすべての GIB アカウントに均等に分配されます。メンバーが一つのエクスチェンジ UID を一つの GIB アカウントにバインドすると、個別の直接ダウンラインクォーターの資格が与えられます。メンバーが一つの交換 UID を複数の GIB アカウントにバインドする場合、個別のクォーターに対してのみ資格が与えられます。以下のようにバインドに使用できる時間枠、9月13日の0時からすべてのメンバーが利用可能ですと、はい、いうことでね、こちらが 1.0 のバインディングの内容になりますね。で、右が、ね、2.0 のバインディングの内容ですけれども、すべての 2.0 メンバーはアクティブメンバーが利用できる交換 UID 優先度を入力できます。メインアカウントとサブアカウントは個別にバインドできます。メンバーは一度だけ記入することができます。一度入力するとロックされます。交換オプションは GIB エクスチェンジのみになります。検証、数字のみで構成される8桁と、関数は UID をバインドした後の次の週に反映されます。例えば、9月13日から9月19日の間にバインド交換でのステーキングの機能は、次の週である9月20日から9月22日に反映されます。以下のようにバインドに使用できる時間枠、
はい、レベルによってね、異なりますということで、9月13の週からは GMRM、 9月20日の週からは UMAM、 9月27日からはエージェントメンバー用にオープンと、はい、いうことが書いてありますね。ぜひね、この画面スクリーンショット撮っていただいて、はい、違いをね、見ていただければと思います。はい、そして3つ目ですね、 1UT 保証プラン参加方法ということで、こちらもね、公式アナウンス出ています。 GIB のすべてのメンバーに、 GIB Exchange.io 取引所は正式に開始された 1UT 保証プランを含め完全にオンラインになりました。家族は交換を通じて 1UT 保証プランを使用して手元に GUSDT をかけることができます。この 1UT 保証プランはGIBX のすべてのメンバーが参加できます。メンバーが指定された時間枠内にメンバーサイトで交換 UID をバインドする限り、その後、会社はこれらの交換アカウントで保証プラン機能を開きます。以下は各ランキングの UID バインド日ですと。はい、いうことで、先ほどとね、同じ日程になってますので、はい、確認してください。ステーキング機能はメンバーが自分の UID をバインドした後の次の週に反映されます。例えば9月13から9月19日の間に、高速力については取引所のステーキング機能が 1UT 保証プランが翌週に開始できることを反映します。したがって会社は 1UT 保証プランに参加したいすべての家族に指定された時間枠で交換 UID をバインドするように呼びかけたいと思います。そうしないとメンバーは取引所でステーキング機能を見ることができなくなります。この 1UT 保証プランで 18% APY の高収益を享受することに加えて、GUSDT の市場価格が 1UT よりも低い場合、会社は 1UT の場合の価格を使用して利息を計算します。逆に GUSDT の価格が 1UT を超える場合、会社は代わりに市場価格を使用して利息を計算します。ステーキング期間が終了した後、メンバーは手動で続行するかどうかを選択できます。プラットフォームコインとしての交換義務的拘束力のある GUSDT は流動性と需要を刺激し、月のたびに再び備えることができるようにします。今回も GUSDT の素晴らしさを目の当たりにすることができます。ありがとうございました、よろしくお願いしますと、はい、いうことでね、こちらも機能付けて出ています。はい、ということでね、1.0、2.0 の方、まあ、UID をね、GIBExchange.io にバインディングすることで、またね、引き続き投資ができるというような内容かと思います。はい。ね。この、あれですね、保証プランすごいですね。GUSDT 今 0.18 とかね、そういう金額なんですけれども、1ドルを下回ってる限りは、1ドルで計算しますと。ね。で、1ドルを超えた場合は、まあ、時価、ね。例えば、GUSDT が2ドルになったら2ドルで計算してくれるというところでね、このやり方は、まあ、ユーザーにとっては嬉しいんじゃないかと、はい、思いますので、まあね、GIB の会員の方で、はい、ステーキングやりたいという方はね、ぜひやってみていただけたらと思います。はい、ということでね、今日もここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良かったよ、役に立ったよ、参考になったよという方はですね、グッドボタン、いいねボタンを押していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you!